さて、もう一つのエンドが見る時がやってきました。前回、神谷くんを助けるルートに入って、要は一周目と同じ展開になっていきましたが、今回は結局、変わることができなかったエンドかな、これは。多分、これはバッドエンドです。たださ、バッドエンドはいいけど、どんな感じでバッドに入っていくのかまだ予想できんのよな。そういうところがすごい恐ろしくて、ちょっと楽しみでもあるんやけど。僕は話を聞き出すことができなかった。怖い。責任を負うのが怖い。僕の言葉をきっかけとして争いが起こるかもしれない。可能性が恐ろしかった。僕に背負いきれるとは思えない。何て読むのこれ。何聖者どうして生きてきた神谷君とは違う。僕は引っ込み思案の凡人だ。弱くて脆い心は重くのしかかってくる責任にあっさりと押しつぶされてしまう。けどさ、これでここでこの情報を言わなかったからって何か影響すると思えんのよな。わからん。エジジの決断と威厳は威勢は消えて、僕はまた何も言えない僕へと戻る。僕の一番嫌いな僕に。影山、どうしたんだ？あの、ただその、喧嘩は良くないよって。シンプルなことを言い出した。ロー君は、蔑むように笑い、僕を睨んだ。水を差すんじゃねえよ、弱虫野郎。結局、日和に最初からおとなしくしてよ。じゃあ俺は行くからな。お前らみたいな恩知らずには愛想が尽きたぜ。ロー君が一人で去っていく。これは考え得る限り最悪の展開に近い。ロー君はみんなの疑いを一身に集めながら自由に行動する権利までも得てしまった。この後に彼がどう動くかは想像に難くない。俺わからん。僕だけが気づくことができたのに、僕だけが防ぐことができたのに。ああ、まただ。勇気が足りないばっかりに、僕はまた役に立つことができなかった。ごめんよ、と僕は心の中で何度も謝った。僕はまた神谷君を助けることができなかった。なんか好き勝手されるんやな、ローに。でもそれが結局どんな感じになるか。その夜、僕は一人でスクランブル交差点を訪れていた。部屋にいたら自己嫌悪でおかしくなってしまいそうだったので、ここで少し頭を冷やしたかった。こんだけなんか水色っていうか、そんな色で強調されとったらなんか気温が低いようなイメージがあるよね。なんか知らんけど。容疑者リストを出して。忠実。僕の声に。あ、そうかこのルートだったらみんなには見せないけん、みんな知らん状態で一人だけ見よる感じになるんやな。これ僕の声に応答するようにモニターが変化する。表示されたのは僕たち8人の名前だ。影山哲、神谷、桜井京介、東北ゆりや、二階堂可憐、町小路聡太、桃野優、諸角愛。道具さんの名前には横線が控えている。ロークの名前はない。これをあの時みんなに見せることができていれば。桜井君の部屋で読んだ道具さんのノートにはこの世界の仕組みについて記されていた。クロノス世界は僕たちがミッションをクリアすることを望んでいて、いくつかのヘルプ機能を用意している。その一つがこれだ。ディスプレイに向かって呼びかければ容疑者リストが表示される。消えてしまった人の名前には横線が控えるから誰が生存しているかもすぐにわかる。つまりここに記されていないロー君は
絶対に犯人ではないということだ。って言うてもみんなは信じてくれないけどな。世界がそのようにお墨付きを与えている。だからこれを見せることができてさえいれば、ロウ君の離脱という事態は防ぐことができたんだ。ロウなんかおらんでもいいと思うやけどなって俺は思うやけどな。ロウ君が町工事君と仲違いして追い出されたのは間違いなくわざとだ。あ、そうかそうか、つまりあれか、ロウがさ、ロウが意図的に離れるってことはさ、離れて裏でいろいろ鍵を糸を引きたかったってことなんだろう。それをさ、これを見せてロウは犯人じゃないっていう証明を見せれば、誰かはロウを追い出さないっていう話に持ち込んで、結果として一周目は神谷くんがそれを言い出してロウを近くに置いておく、監視に置いておけるような状態になっとったんじゃ。それがそのこのリスト提示がなかった件、ロウが自由に動くようになってしまうのが、さあ自由に動くようになってしまった上でどうなるかって話か。自分を犯人と思わせることでみんなの目を何かからそらし、その上で自由までをも獲得する。よくできている。僕だけが防ぐことができたのに。影山くん、あれはあなたが。ちょっと待って、暗いところでそんなこと言われたらさ、ちょっとヒヤッとするんですけど。カレンちゃん、あ、カレンちゃん見られた。よいによって犯人、ネタバレをすれば犯人に見られてしまったのだ。二階堂さん、これはその、どう説明したものだろう。どこでこれを知ったんだと聞かれたら、みんなの名前けど、東国さんの名前には横線が引かれている。それにロウの名前がないのね。二階堂さんの冷静な声に僕の声も次第に落ち着きを取り戻していった。これは東国さんに教えてもらったことで、今さら隠す理由もないので僕は二階堂さんに詳細を説明することにした。どんな展開になるかな、ちょっとまだ予想がつかん。おお、ということだったのね。世界はあらかじめ犯人候補を設定している。ミステリー小説の冒頭にある登場人物一覧のようなものじゃないかな。だからここに名前のないロウ君は犯人じゃない。ルール設定上それだけは無理なんだ。ロウ君は確かに怪しいところがある。あんなに粗暴な振る舞いをしていれば犯人だと疑われても仕方がないのかもしれない。でもロウ君は犯人じゃない。つまりそれはおとりになってるな。ロウ君以外の僕ら8人の中に犯人がいるということになるね。僕たちの中に殺人者が、正直信じたくはない。その可能性に気づいていたのは神谷君とロウ君、それから消えた東国さんくらいのものだろう。神谷君はきっとその事実を何とか隠蔽するために動いていて、だからこそ数日の彼の行動にはあんなにもらしくない矛盾が生じているんだ。犯人探しをさせたくないっていう意図があるんやな。ロウ君に脅迫されている可能性すらあった。もしもこの僕がこの事実を昼間みんなの前で聞き出すことができていたら、一人で悩んでいた神谷君の負担を減らすことができたかもしれないのに。一連の事実を知っても二階堂さんは特に驚いた様子もなかった。僕とは違って事実を淡々と受け入れている様子だ。そりゃ記憶があって自分が犯人だって話になっとるもんな。その様子にひどく違和感を抱いた。いくら二階堂さんがクールとはいえ、僕らの関係性の根幹を揺るがすような事態を前に、あまりにも平然としすぎではないだろうか。
だって犯人だもん。自分で犯人だって自覚してしまっとるもんな。記憶が消えてないし。二階堂さん、もしかして知ってたの？僕らの中にその犯人がいるって。ええ、正直なところを言ってしまうと私はそれを知っていたわ。そうだもんな、だって自分だもんな。知ってた。それはその、いや、根本まで話すんかなかられちゃん。どういうこと？いいえ、そういうことではないの。推理なんて必要ない。だって、カミングアウトする？隠さんの？犯人は、うわははは、言っちゃった。現実世界で人を殺めたのは私。あなたたちはそれに巻き込まれているだけよ。言うんじゃ、普通に隠したりもせんのじゃ。二階堂さんの口から発せられた事実は、モニターに表示された容疑者候補なんかよりもよほど衝撃的でした。混乱状態に陥り何も言えなくなる僕に、二階堂さんはさらに続けた。影山くん、一つお願いがあるの。私のことを殺してほしい。でもそうか、カレンちゃんは自分のことを殺してほしいと思っとるような、贖罪しようような、そんな感じで思っとるタイプのあれやか。な、何を言っているの。二階堂さんを殺したなんて、そんな勇気が手つくんにあると思うか。何も影山くんが直接殺すという話ではない。そうか、桜井くんに殺させるみたいな話になっとったもんな、ユリアちゃんの時も。詳しいことは言えないけれど、私はおそらくある特定の人物の手で殺されなくてはならない。そうでなければきっとこの世界は終わらない。だから影山くん、私に協力してくれないかしら。影山くんがうまく誘導してくれれば、その人物は私を殺すと思う。そうか、ユリアちゃん、協力相手がユリアちゃんから手作りに変わっただけなんやな、基本的には。私は早くこの世界を終わらせてしまいたいのよ。やつぎり話、やつぎばやにかな。言葉を発する二階堂さん、表情は変わらないけれど言い知れぬ迫力があった。二階堂さんが犯人なんて、そんなはずないよ。いいえ、犯人は私よ。確かに二階堂さんは何を考えているかわからないところがある。怖いと思ってしまったことも正直あるけど、二階堂さんは人を殺すような人間じゃない。僕の心はそう訴えていた。二階堂さんはそんな人じゃない。この世界に来てから記憶は定かじゃないけど、思い出せなくてもわかる。違うよ、絶対に違う。二階堂さんは犯人じゃない。二階堂さんだけじゃない、僕らの中に犯人なんているわけないよ。理屈じゃないけど、僕は確信していた。僕らの中に人を傷つけられる人間なんていない。僕は何もできない臆病者だけど、だからせめて友達を信じることをやめたくはなかった。二階堂さんは犯人じゃない。なのにどうして自分を殺せなんて言うのだろう。犯人かどうかちょっと判定は微妙なんやけどさ、少なくとも自分のことをさ犯人だと思うぐらいに何か後悔があるか、そんな感じなんだろうな。まあその辺は全然語られたことないからな。桜井玲ちゃんだったっけ、凛ちゃんじ、ね、考えられる可能性としては、二階堂さんはもしかして誰かをかばっているの。ああそういうパターンか。でもちゃうよな、犯人でもないのに二階堂さんが犯人として振る舞っているんだとしたら、それはきっと誰かを守るためだろう。何らかの形でかばっている。根拠はない。けど、そんな気がする。
今だけは何からも逃げたくなかった。二階堂さんが辛いのならその苦しみを見つけ出してあげたかった。昼間神谷君のために動けなかった罪滅ぼしをしたかったけど、二階堂さんの表情はピクリとも動かなかった。僕なんかでは二階堂さんの真意を見つけ出すことはできそうにない。あくまで私を疑いたくないということ。二階堂さんは少しも動じることなく少し困ったような口調で言った。影山くんは優しいの。うわー、そのちょっと笑顔を、その笑顔を見せられたら余計きついね。影山くんは優しい、その一言が僕の記憶を刺激した。以前にも僕は二階堂さんにこの言葉をかけられたことがある。あれは確か小学生の、あ、回想シーン入る？何気にカレンちゃんとテツくんが絡んだところって言えばさ、あんまり想像ないからな、ちょっと新鮮かもしれんな。中学4年の頃に神谷くんと出会ってから僕の世界は驚くほどに広がった。神谷くんは教室の隅で縮こまっていた僕を外の世界へと連れ出してくれた。生徒会に入れてくれた。会計の仕事を任せてくれた。そしてたくさんの人に出会わせてくれた。初期の諸角さん、顧問の先生、相談に乗る生徒会、相談に来る生徒、桜井くんたち屋上遊園地のメンバーに僕を紹介してくれたのも神谷くんだった。僕の人生はものの数ヶ月で一変していた。それまで息を殺すように生きていた僕の周りはたくさんの人であふれかえるようになっていた。この時点ではまだカレンちゃんおらんのやな。たくさんのものをくれた神谷くんに、こんな僕を受け入れてくれた桜井くんたちに僕はいつも感謝していた。でも環境をどれだけ変えてもらっても肝心の僕自身はいまいち変わることができて、できないでいた。何この構図、何この構図、ちょっと嫉妬している男子みたいな構図になってるよ。遠くから離れてじっと見て嫉妬している男子みたいな感じの構図になってるぞお前。今度その成果を広めするから楽しみにしておくように。本当？うん、楽しみにしてるよ。ユウの作ってくれるお菓子はすごく美味しいからね。たまに焦がしてるけどな。こちらスピーチの草稿です。神谷くん、次回の全校集会ではインフルエンザに関する注意喚起をしてみてはいかがでしょう。いつもありがとう諸角、すごく助かるよ。いえいえ、別に構いません。神谷くんのお役に立つことこそが好きである私の生きがいですから。相変わらずだなお前は。すべての裏方仕事を私に任せてくださっても構いませんよ。マシコウジ君はよくゴーカートに乗っている。最近刺激が足りないのか東北さんに改造できないかなんて楽しそうに話していた。勝手に遊園地のゴーカート改造してはいけません。ターボチャージャーとか乗っけるんかな。そういうことなら任せなよ。任せるなお前も。僕のメカニカルなテクにかかれば馬力10倍、豪快なウィリー走行すら可能にしてみせる。むちゃくちゃやな。何乗っけるんだお前エンジンに。お前小学生の頃僕らは放課後いつも屋上遊園地に集まっていた。賑やかな町工事くん、ワウノリ気質な東国さん、華やかな桃野さん、優しい桜井くん、神谷くんのために全力を尽くす諸角さん、それをねぎらう神谷くん、みんな生き生きとしていた。生徒会室では少し張り詰めている神谷くんの表情もここではとてもにぎやかで穏やかでか、見ていると安心できる。
屋上遊園地に流れている優しい空気がそうさせるのだと思う。特別な場所なんやな。ここでは誰も自分を縛らないけど、僕はいまいちうまく輪に入れずにいた。せっかく屋上遊園地に来ているのに、今日も僕は神谷君のそばにちょこんと座ってみんなをぼんやり見ているだけだ。みんなと遊びたいし、もっとたくさんのことを教えてほしいのに、なかなか前に出ていくことができない。というわけなんだけど、影山はこの辺の文明についてどう思う？全く聞いてなかったぞ。え？あ、うん、すごくいいんじゃないかな。絶対聞いてなかったやつやな。聞いててなかった時のとりあえずの反応だな、お前。おや、影山くんいたんですね。あまりに動かないので不出来な置物かと思ってしまいました。君のその言い方はどうにかならんのか。ごめん、何も言えなくて。自分の考えがないわけじゃないけど、いざ意見を求められると僕は亀みたいに自分の甲羅に取りこもってしまう。僕は深く息を吐いた。自分を変えるのって難しいな。長年かけて染みついてしまった癖はそう簡単に落ちてくれない。いくらお膳立てを整えてもらっても僕自身が変わらなければダメなんだ。神谷君や桜井君もそういう僕の臆病さを分かっているから、あまり今日強引に僕を誘ったりしない。僕が自分で踏み出すのを待ってくれているようだった。気を使わせてしまって本当に申し訳ない気持ちになる。僕はため息をつきながらチラリとベンチの一つへと目をやった。あ、カレンちゃんおるんじゃ。そこでは一人の女子が黙々と絵を描いていた。このグループに最後に加わったメンバー、二階堂カレンさんだ。彼女は僕と同じ隅っこ組だけど、僕とは全然違うタイプの人間だった。みんなのことを気にしない。自分だけの世界を持っている。It's my world。 二階堂さんのクールな感じに僕は憧れていた。ちょっと冷たい感じがするけど、おどおどしている僕なんかよりよっぽどかっこいい。僕も人目ばかりを気にしていないで、あんな風に自分だけの世界を持てたらな、なんてことをよく考えていた。自分だけの世界か。けど、この時の僕は間違っていた。二階堂さんが人に興味がないなんて大間違いだった。その日、トイレからの帰りにベンチの後ろを通りかかった僕は、白井と二階堂さんの手元を覗いた。彼女がどんな絵を描いているのか気になっていたからだ。ああ、覗きだ。デズ君、覗き見は良くないよ。嫌われるよ。きっと独自の画風でスタイリッシュな絵を描いているんだろうな。そんな僕の予想は完全に外れていた。え？もしかして BL？ 桜井君と神谷君のカップリングとかが描いてるのか勝手に。二階堂さんが描いていったのは、屋上遊園地で遊ぶみんなの絵だった。その画風は繊細で、驚くほどにみんなの特徴を捉えていた。ああ、カレンちゃん、ユリアちゃんの時もそうだったけど、人のことを、人を見る目が優れとるからな。桜井くんの熱を見抜いたもそうだったし。絵の中の桜井くんは勇ましい表情をしているけれど、腰の下で握りしめた拳からは、リーダーとしての責任の重さに必死に抗っている桜井くんの心情が見て取れた。東国さんは、想像と、かな、書かれているけれど、パティをぎゅっと握りしめる姿には、迷子になった子供のような心細さが滲んでいる。そんな特徴を、手づくも手づくんで、それ見てさ、その絵見てさ、こんな特徴を感じ取るって、それはそれじゃすごいと思うけどね。諸角さんは厳しい表情で町工事くんを叱りつけているけど、
口元には憎みきれないんですよねと言わんばかりの仕方なさそうな笑みを浮かべている。そうなの諸澄、そうなの。二階堂さんの絵筆かな、わからん。みんながふとした時に見せる心の深い部分を鮮明に切り取っていた。何より僕の目を引いたのは神谷くんの描き方だ。二階堂さんの描く神谷くんは仕草が繊細で笑い方も儚くて、凛々しい神谷くんがたまにだけ覗かせる二面性まで二階堂さんはしっかりと捉え切っていた。二階堂さんが人に興味がないなんてとんでもなかった。興味なくここまで描けんよな。みんなのことが大好きなんやな、カレンちゃん。ああ見えてクールだけど、彼女ほどみんなのことをよく見ている人はいない。ただ積極的に触れ合うことがないだけだ。僕と似てる？僕は二階堂さんに対し一方的な共感を抱いてしまった。僕も二階堂さんもきっと臆病者なのだ。臆病か。みんなの輪に近づきたいけど近づけない。どうしたの影山くん。おお、感じ取ってきた。気配を感じ取ってきたよ。僕の気配に二階堂さんは振り向いた。ああ、これカレンちゃんがもしくもゴルゴ13だったら投げられてるぞ。あ、いや、すごくいい絵だなって思って。そんなことないわ、ただの絵よ。ただの絵なの？落書きなの？ううん、いい絵だよ。あの、よかったらなんだけど、二階堂さんの絵たまに見せてもらってもいい？けど家にあるやつは大抵男の子同士で口づけし合ってるような BL ものなのかもしれないからな。自分と同じように世界を見ている二階堂さんの絵は僕にはとても魅力的に映った。こういうふうに世界を見てもいいんだと自分を肯定してもらったような気持ちになれた。僕のお願いに二階堂さんはちょっと不思議そうにしながらうなずいた。こんな絵でよかったらいつでも